に何やら華やかで綺麗で、そしてかっこいい人がたくさんいます。何やら音楽も聞こえてきましたね。ということでその模様を取材してくると思います。ファッションポイントをそれぞれ皆さんに聞きたいんですけれども、何かありますか？今回は猫をイメージした服を作ったので、耳とこの猫のふわふわ感を出しました。今回は小悪魔セクシーブースで小悪魔ばか歩こうと思って、青と黒をイメージしてふわふわっていう感じではい、わかりました。セクシーブースなんですけど、花冠とか自分で作ったり頑張りました。この衣装っていうのは自分たちで作られたものなんですか？はい、そうです。実際に普段その部活というかサークルではどんなことをしているんですか？大体はそんなに大祭前とかそういうイベントの時だけ集まって、自分家で服を作って衣装をやるみたいな形です。たまにイベントとかも企画してやってます。で何かこう大変だったこととかありますか？音楽もあるんで、音楽に乗せて歩くだとか、やっぱ服の見せたいところをうまく見せながら歩くことが難しくて、やはりみんな、大祭前練習して、何度も練習して、今日に向けてやってきたんで、今日はうまく見せれたかなって、はい、思ってます。このサークルのいいところを教えてください。そうですね、まあ見ての通り可愛い子がいっぱいいるんで、可愛い子とかっこいい男の子がいっぱいいるんで、その人たちがその正味歩くのは30秒とか1分ないぐらいの時間に対し、3ヶ月とか4ヶ月の間服を作って一生懸命やって表現できてるっていうのがいいところなんじゃないかなと思います。いかがでしたか？毎年テーマを決めて、そして自分たちでお手製の洋服を作っているようです。ということで来年も乞うご期待ですね。